ボルボ Design Your Life。 渡辺佑と山田玲奈がお届けしている J-WAVE ラジオドーナツ。この時間はボルボ Design Your Life、 家族、こだわり、ライフスタイルなどを大切にするスウィディッシュ・シンキングのスピリットをゲストとともに探っていきます。今日は堀米康之さんをお迎えしています。はい、まず趣味あるんですか？趣味がね、これといったものがないんですよね。で、あるといいなとはいつも思ってて、気分転換になるじゃないですか。そうですね。で、仕事以外に好きだったことが仕事になっちゃったんで、音楽はね、それ以外に同じくらい夢中になれるものがもう一個あると、なんかだいぶいいだろうなって思うんですよね。分かる分かる。僕デブショーでもあるんで、それくらい夢中になれる趣味があれば出かけたりとかね、行動的にもなりますし、そうですね。それがなんか結果音楽にもつながったりとかもするのかななんて思ったり。最近あれ体動かしたりはそうしてないんですか？じゃああんまりしてないですね。もう太ってきたなと思ったら家で健康器具使って。それも家なんだ。家なんかですね。一応音楽聴きながら。そういうことか。あまり外出てないね。無駄に歩くのは好きですけどね。吉祥寺まで行って電車で行ったけど、帰りはなんとなく歩いて帰ってきちゃうみたいなとか、そういうことは好きなんですよね。そうかそうか。ゆっくり時間を過ごす感じがいいってことですね。そうですね。歩きだと何もとらわれないじゃないですか。交通ルールに基本的にはね。基本的には信号で止まるとか、そういうの別としてね。じゃあ俺右曲がろうとか、避けて通れるし、スピード上げようと思えば上げられるしとか、自分のペースがって好きな方に行けるっていう。僕だから信号で止まるくらいだったら歩道橋を渡る派なんですよね。そうかそうか。そうなんですよ。自分のとにかく歩くペースとかにね、乱されたくないよ、あんまりね。それはねすごいあるんですよね、普段生活してて。それは若干お仕事にも関係ありますか？仕事もやっぱ自分のペースでできるのがいいですね。実際レコーディングもできるだけそういうペースでやりたいとはね。伺ったところによると富山県のフェスの後、ちょっと富山観光を楽しみましたというアンケートをいただいたんですが。はい。これも特に予定立てずに、そのパターンだ。2日ぐらいあったんでブラブラしてて、で道の駅っていうんですか、最近流行りのきっときっと市場っていうのがあって、なんかそこ行って、なんだろうな、でもどこでも買えそうなミルクが濃いアイスクリーム食べたりとか、600円するやつ、他のインターチェンジでも買ったなっていうやつだけど、でもやっぱり確かにね、そういうとこ行くと美味しいです。そういうの食べたりとか、あとは何ですかっけ、内川っていう日本のベニスって呼ばれている。なんかすごくあれですよね、街の風景が綺麗な。そうですね。水路に沿って水路にまたがるような感じで11本ぐらい、いろんな建築家が建てた綺麗な橋が、個性豊かな橋がかかってて、それを遊覧船で見ていくっていうやつなんですけども、そんなことしたり。なるほど。なんか計画はしてなくて行く感じがいいですね。そうですね。あとは名物と言われる富山ブラックラーメン、すごい黒いやつ、上にね、あれちょっと一度食べてみたかったんで、それ食べたいみたいとか。なんかね、話聞いててちょっと戻ると、お父さんがあまり目的地を決めずにドライブに行く派だったところとつながってきましたね。そうかもしれないですね。ということで今日はありがとうございました。ありがとうございました。ボルボデザイン用ライフ。今日は堀米康之さんをお迎えしました。ボルボ Design Your Life. This program was brought to you by ボルボカージャパン。